皆さんこんにちは。会場の皆さんこんにちは。さあ今日ね、本当に素晴らしいゲストがいっぱい来てくれてるから、強くなるための柔道じゃない、今日は楽しむための柔道 ね、元気よく柔道を楽しみましょう。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。皆さんこんにちは。今日はすごいゲストの方々がたくさん来てますので、僕は今日いらないんじゃないかと思ったんですけど、ついてきました。本当に短い時間なので皆さん楽しく柔道しましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日は皆さんと一緒に楽しみたいと思うのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は楽しみましょう、絶対に。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。今日は最後まで怪我なく、みんなで盛り上げて楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね、リハーサルの時より声が出ております。永瀬選手よろしくお願いします。そして改めまして、野村道場を盛り上げてくれるムードメーカー、ドンマイ川端さんです。皆さんこちらも拍手で迎えましょう。お願いします。永瀬だ。本物だよ。知ってる？知らないよね。知ってますか？永瀬知ってるよって人。あ、嘘ついてますね。いやいや、知ってるから来てるよ、うん、知ってますかね。電波ですからね。嬉しいです、こんな永瀬がいるっていう、ここに。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。初めて今日柔道をやる子、もう一度手を挙げてもらいましょう。どうですか？そう、今日初めてよね。ちょっと、柔道初めては楽しみ、ちょっと怖い？楽しみです。楽しみ。あとは誰？あと、お、どう？柔道初めてやるのは今日どう？楽しみ。楽しみ。あとね、野村さん言っときますよ、はい、今日野村道場を柔道やってないけど見に来たという大人の人、手を挙げてください。こんなにいらっしゃいます。こんなに柔道を興味持ってくださってる方がたくさんいらっしゃいます。ありがとうございます。じゃあ野村道場のまず始めです。柔道は礼に始まり礼で終わるスポーツ、礼儀を重んじるスポーツ。じゃあ野村さん、はい、礼節指導から行ってください。お願いします。最初だけね、ちょっとだけ真面目な話します。やっぱ柔道を学ぶ人にとって大事なのはやっぱり礼の精神、そして礼法っていうのがあるわけで、礼の精神っていうのは尊敬と感謝ね、それを表したものが礼法になります。みんな自分一人で練習できる？無理よね。やっぱ相手がいるから練習ができます。自分一人で柔道が上手くなる？ならないよね。やっぱ柔道を教えてくれる先生がいます。でこの畳の上っていうのは柔道を学ぶ本当に大切な神聖な場所だから、道場に入るときに礼をするわけね。1,2 でこの手をつくときにちょっとこうハの字にして、でね、この時にこっちをね、礼するのに集中してお尻がこうぶっとこう上がる人がいますけど、なるべくお尻はそんなに上がらないように、お尻をつけたまま1,2で3,4、そう、礼。よろしくお願いします。まずはランニングね、まずこの道場、広い道場だからこの外回りをみんなでこう走りましょう。待って、高典も、高典も、よし、できるだけ一列になって、一列になって、一回タッチし終わった子は畳の真ん中に戻ってください。嬉しい？入り口が少ないよ、入り口側が少ないよ。嬉しいですか？はい、みんな先生たちが一周回って帰ってきたらスタートしますよ。ありがとうございます。よし、そしたら今日ね、まずサーキットトレーニングで体を動かしましょう。レディーゴー。
ジッピング急いけ、はい、早く細かく細かく早く早くもも上げもも上げ、はい、こう頑張れ頑張れ頑張れ、しっかり上げて頑張れ頑張れ、さあ頑張って、ここでサボる、ここでここでちょっと休める、これ全然きつくないから、ここで取り返す、これ全然きつくない、これサボるよ、GO! もうちょっともうちょっと、3、2、頑張れ、腕立て腕立て腕立て、はい、こっからこっから、はい、休まない、腕立て頑張れ、自分との勝負、自分との勝負、 GO! 4、3、もっといかないと、2、1、終了、大人の皆さん、ここはめっちゃ拍手お願いします。すべての講師たちにそれぞれの得意技を披露していただきたいと思います。足払いです、いきます、おー、このポイントは、はい、ごめんね、ありがとうございます。両足をついて技に入る技ではないので、常にこう足踏みをしている感じで自分の体を移動させるということ、少しステップを踏んで移動すると自分の当てたいところに移動できます。おー、永瀬さん、どうですかこの足技は。もう僕も足技が得意なんですけど、やっぱレベルが違うなとレベルが違うなと、いや永瀬君大丈夫、君のも上手だよはい、ありがとうございます。野村さん、体を動かせながらですよね。そうです、はい、散歩散歩散歩で得意技はオースト狩りになるので、ちょっと見せたいと思います。大外狩り、はい、そのまま行きます。山嵐と言われてます。おー、もう一本見せてもらいましょう。これは野村さん、とっさの技ですね。そうですね、だからこうやってね、相手がパッと組みに来た時に瞬間に入るけど、出口選手って全然体がこうやって揺れないでしょ。それだけ足腰もしっかりしてるっていうこと。自分の体の芯がブレている、ブレるとやっぱり返されやすくなるので、まずオースト入る時に意識してほしいのは、まっすぐ入る、ここに自分が焼き鳥になったつもりで、あの棒が刺さってることを意識してちょっと一回入ってみてください。あのみんな、投げることも大事だけど、まず打ち込み、打ち込みからやりましょう。投げる前でストップ。5回やって5回やる。永瀬選手の得意技といえば何ですか。あ、いいよ、言っていいよ、大きい声で。押すと小外、小外狩り、どうですか。はい、はい、やります。小外回り正解って言ってあげてよ。正解、はい、おい、谷落とし、谷落とし、決勝、オリンピック決勝で投げましたもんね。もうじゃあね、いろんな得意技を一旦バーッと見せてもらいましょう。もうドンマイさんがうわって声出てる、どうすごいですか。やっぱりその永瀬のこの体型を生かしてるんですよ、一番。ほう、自分が理解してて、ほう、あの普通だったら払い腰とかになるじゃないですか。でもやっぱり足が長いんで、その払い腰の距離感、あの遠い距離感でも足車いけるっていう。ほう、相手がだいぶ腰引いててもあの足が届くんですよ。で、上半身の崩しがむちゃくちゃ効いてるんで、相手は受けれるだろうなっていう、他の選手だったら受けれるだろうなっていうところで、長瀬すぎりにはやられちゃうっていう。なるほど。内股投げます。内股いきます。えぐい、すごいこう力の伝わり方が。そうですね、野村さん、柔道ってやっぱ崩しが大事なので、もうその内股ってこう足だけ上げればいいっていう、あのもちろんそういう方もいらっしゃると思うんですけど、僕はその前の崩しで相手がこうやってもう極端に浮き上がるぐらい引き出して、まあ、あとはもう足をちょっと上げる、足をちょっと上げる。どんまいさん、え、長瀬すぎるは足はこれ真ん中じゃないですか。ちょっと跳ね腰系の。そうですね、跳ね腰みたいに、あのこの立っている軸足を、あ、分かりました。あんまりテレビとか出てないから分からんと思うけど、カメラこっちらしいんよあ、すいません、長瀬すぎて
個人的にやってました、すいません。あのやっぱ一応カメラがあるんで、はい、それも意識してやってもらわないと、はい、勉強になりました。ありがとうございます。頼む、ね、そのダメ出し後にしてあげてよ。よしやってみよう。よし来い。今度は角田さんの得意技を、みんな角田選手の必殺技知ってる人、おお、すごいな、知ってる、はい、巴投げ、え、本当かな、あれ他誰だ。よし、はい、十字固め、十字固め、そう今ね、この子も手を挙げてる、はい、君立って、はい、巴投げ、どこで知ったの、どこで知ったの、立ってみて、どこで知ったの、オリンピック、オリンピックで知った。おー、すごい、円になったつもり、そこを皆さん感じてみてね、あの2人の空間。おー、相手とのこのなんていうの、引っ張り合いを利用して投げます。釣り合ってる感じで、この釣り合いから私がしゃがむから相手が上に来る。おー、分かりやすいですね。相手のお腹の、帯のちょっと下らへんに、まっすぐだとこう相手ブレちゃうのでちょっと斜めに置きます。皆さんこれ見たことない、これやってもらったことある、家族にやってもらったことある、これ、ね、はい、これでこれをまず最初は片足で、最初は片足で、これができるようになると巴投げは簡単にできるようになると思います。でこれで相手が横に逃げてきたらもう一個の足でコントロールして、で投げます。相手に分かってるのに、相手が分かってるのになんでここまでかかるのかっていうのが理解できないの。おお、だから受けてみたら理解できると思ったから今日はね、皆さんこれ野村さんが巴投げを受けます。はい、じゃあ行きましょう。おお。うわー、勝ったのは角田選手。どうですか、まあ、憧れの野村さんとこんな機会ないと思いますけど。いや、 やっぱりあの一発ではかなわないと思ったんで、真後ろに、私の巴投げは真後ろに基本的には投げるんですけど、こうやって上手い選手とやるときはあの裁かれてしまうので、そこから横に、相手がどっちに逃げるかで今みたいに横に落としたりして投げていきます。よし、押して、あ、ちょっと怖い、ここちょっと開けて、はい、押して、押し返してきたら、そう、ナイス巴投げ、素晴らしい、はい、オッケー、いけ、押し返せ、押し返せ、押せ、もっと押せ、もっと押せ、素晴らしい、ナイス、やってるな、これ、オッケー、うまい、おー、うまいね、みんな上手だ、うまいね、みんな上手、はい、どんどん行こう、もう時間ないぞ。さあ最後は野村先生、得意技お願いします。はい、はい、野村先生の得意技知ってる人、あ、一光さん風に、一光さん風に野村選手の得意技は、一光さん風に背負い投げ、はい、そう、背負い投げいきましょう、背負い投げいきましょう。ただね、はい、あの一つ自慢していい、私の背負い投げってめちゃくちゃスピードが速いの、そしてめちゃくちゃ威力があるわけだ。普通のね、人が私の背負い投げ受けたらもう骨が折れちゃうぐらい強烈なの。多分ね、このオリンピックチャンピオンたちを投げてやろうかなとも思ってます。お、ちょっとね、ほんじゃ一回、はい、一回決めるわ。じゃあちょっとね、これで決めようかな、これで決めよう。あれやろ、マジやばいね。さあ、誰かな、誰や。
いやいや、新喜劇、新喜劇、新喜劇。それ関西の笑いで。ごめん、みんな受けたかったやけど、ドンマイさんに決まっちゃったわ。まさかルーレットやからもう仕方ないよな、これは。じゃあ、行きましょう。うわ、いや、ダメージでかすぎるでしょ。ドンマイ大丈夫？立ち上がられ。ちょっとなんかおかしいけど大丈夫？あれ、あ、なんか足棒になってない？大丈夫？大丈夫ですか？ちょっとおかしいけど。もう聞いてない？もう野村さんと目合わせられてないやん。全然聞いてない。なんか足が棒立ちになる。早っ。すごいなこれは。しょうがない、ルーレットで決まったから。しょうがないよこればっかりは。じゃあ鈴木先生の大外刈り誰になるでしょうか。ちょっとドキドキの瞬間、ルーレットで見てみましょう。どうぞ。多分次出口選手あたり来るかもね。多分そのオリンピアン同士なんで。そうそうね。まずは大外刈り、誰になるのか。これはしょうがない、もうルーレットやから、もう何のあれもない、ルーレットで決まったから。パリよりひどいっすよ。え、パリよりひどいってどういうことやねん。それはパリよりひどいはねえだろ。当事者やぞ。オブラートに包まないと。そのベンチにいたんやからな。じゃあ本気の外刈り行くから。まだいけるっていうのを出口さんが言ってます。ちょっと逃げた。K 先輩すいません、あの野村さんの後はちょっと弱いかもしれない。なんか逆の方が良かったっすね、うん、足払い絶対さっきの、さっきの足払い、マジ足折れると思う。さっきのいや、あかんやん、足折れたら。最初の足払い覚えてる？ちょっともうけどさ、あのその後、角田選手とか出口選手が他の技を教えてくれたからちょっと忘れてると思うから、やっぱ最初の足技、ね、世界を取った足技もう一回見ましょう。おあのいや、そのまあまあ強いんですけど、その野村さんの後はちょっと弱い。背負い投げ、先ほど見せた背負い投げね、私の場合は、まあ、低く入る背負い投げと、まあ、普通に。やっぱりね、これはどの技も一緒だけど、自分の得意技を作るためにはやっぱ打ち込みで正しい形で入るっていうこと。そう、これを意識しながら今一回やりましょう。はい、はい、そう、相手にまっすぐに入るようにね。やってる？やってない。うまい。もう一回いこうか。上手だ。親指上。うまくできた人。うまくできた人。じゃあ、その黄色の、ちょっと。おいでおいで、前においで。風花さん、柔道未経験者。おお。けど今なんか、背負い投げの練習してくれました。よー、いないね。礼して、ふうかちゃんどうでしたか、投げてみて。楽しかった、それが一番です。ありがとう、ふうかちゃん。他誰か背負い投げチャレンジしてみよう。やったー。どうでしたか、ちょっと聞いてあげてください。楽しかったですって言ってくれてます、ありがとう。拍手。角田選手を投げたい人。じゃあもう角田さん、じゃあ、はい、あ、
じゃあ青道着を着てきてくれた。お、あのね、青道着を着てくれた。行こう。背負い投げいきます。怖いねえ。野村さんも驚きのリアクション、どうですか。背負い投げ得意技なの。得意技すごい上手。これからもっともっと練習してね。はい、いやーすごい。上手すぎて受け身を取りそう。今ちょっと角田選手受け身下手くそやったもんね早すぎて、はい、野村とランドリーの人、さっきの番号を呼ばれた人、その選手のところに行ってください。よーい、礼してください。スタート。これが県大会だと思ってみ。頑張れ。ラスト20 15。さあ頑張れ、出し切ってみよう。これ自分の悔いのないように。ラスト20秒、声出して。3、2、1、終了。挨拶しましょう。ちょっと今から皆さんとこ行きます。あのちょっとだけみんな待ってて、今日来てくれてる皆さんところに、ちょっと近くに、この後ろの方にも歩いてあげて。うわすごいな、すごいな、すごいね。子供たちちょっと待っててな、ごめんな。ありがとうございます。すごいみんな嬉しいな、いっぱい来てくれて。ありがとうございます。こんなファンサービスを初めて見ました。ある種野村道場のあれだね、凱旋パレードみたいなもんですねこれは。さあそれでは今からはトークショーと質問コーナーに移っていきたいと思います。このタイミングでさらっと金メダル出すのやめてもらえます。びっくりなんですけど、なんかいいタイミングで出してほしいんですけど、みんな見てパリの金メダルだよ。すごいな、いやすごいな。さあということで改めてこのメンバーで届けていきたいと思います。長さん、パリ大会振り返っていかがですか。そうですね、あの東京大会の時はコロナ禍で無観客だったんですけど、今回のパリ大会は本当に観客が満員で、あのすごい歓声の中で、まあ、とてもこう楽しく、あの結果優勝できてよかったなと思います。なるほど。そしてレグ選手いかがですか。はい、私は東京出てないので 7年越しのオリンピックになったわけなんですけど、はい、まあ、試合としてはちょっとね、あの自分では納得のいくような試合ではなかったんですけど、こう金メダルを持って帰ってくることができて、でカナダで初めての柔道の金メダルなので、カナダの普及にもつながればいいなと思ってます。応援ありがとうございました。おめでとうございます。角田選手はいかがでしょうか。私は初めてのオリンピックを経験してきました。東京オリンピックを最初目指して、東京オリンピック落選した時に一度諦めようと思ったんですが、諦めずに、パリを目指して戦ってきてよかったなと今思います。はい、ありがとうございました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。これどうなんですか、ここはみんな仲いいんですか。どうなんですか、この3人はお話しすることは。
まあ、ほぼ初めましてです。ここは、まあ、ここはもともと、はい。あ、津村さんと出口さんは、交流はある、はい、ありますね。でも、出口さんと永瀬さんはもうなんか、未知、まあ、これから、あの、仲良くなる。これから仲良くなる。ほう。え、永瀬さんと津村さんはあの、パリの試合で話すようになりました。あ、はい、それまで話さない、はい、どういう印象なんですか、永瀬さんって。なんかあんまり喋らないイメージがあったんですけど、喋り出すとすごい喋る方だなって喋らないイメージだった。はい、面白い、面白いです。出口さんはどんなイメージですか、永瀬さんのイメージは。いや、今日ほぼ初めてこう会話のキャッチボールみたいなのをしたんですけど、意外と話がこう弾むというか。あ、イメージは喋ってくれる、もっと喋ってくんないが自分の一方通行になるかなと思ったんですけど、意外と返してくれるから、ちょっと今後に期待大ですね。なるほど、はい、監督、永瀬先生ってどんな性格なんですか。永瀬はどんな性格でしょう。まあ本当真面目と、まあ、明るさも兼ね揃えてて、はい、でまあ、あのこういう場で話すことじゃないかもしれないですけど、お酒を飲むとコロッと変わります、人間が。お酒を飲むとコロッと変わる。コロッと変わります。どう変わるんですか。まあもう超危険人物になります、ね、みんなイメージ変わっちゃうねだちょっと永瀬と夜を一緒に過ごすっていう風な約束事がこうカレンダーに入ったら、1週間前ぐらいからちょっとドキドキしちゃったはどうなるんかなっていう。永瀬さん、そうなんですか、お酒を飲むと。ちょっと人見知りな部分もあるんですけど、お酒を飲むとみんながこう仲間じゃないですけど、そういう勝手に思ってしまって、飲まないとみんな仲間と思わないんですね。いや、飲まなくそうですね、より より仲間だと思うっていうことですね。じゃあちょっと質問もぶつけながら、まず質問ですけれども行きましょうか。ドンマイさんに質問。今日はブラジャーつけてきてますかっていう質問ですけど、あのね、はい、あのブラジャーつけるのは本当にあれだよ、プライベートの時だけなんですよこういうね、大勢の人がいる前ではつけません、わかりますか。でも大和ハウスプレゼンですよ。おう、ダメですからね。いやー、分かりました、ありがとうね。ドンマイさんに来てる質問ピックアップされたのこれだけでしたありがとうね、君ちょうどいいバランスの笑いが入る質問でありがとうね、はい、今日どっから来たの。八丈島から来ました。八丈島から来てくれました。八丈島だって、すごい。八丈島に来た時、前野村さんが行った時に怪我をしてたそうなんですけど、どうしたら怪我をしない体になりますかという質問です。はい、野村さん、はい、やっぱりこう怪我をしないことイコールそれが強さになると思いますけども。そうですね、だからやっぱりね、はい、あの一番やっぱランドリーとか試合してる時に怪我しちゃうことが多いのよね。打ち込みで怪我しないよね。だから最初やっぱりこのランドリーするまでの間に、まあ、準備運動であったり、そしてあの打ち込みとかしっかり体を動かすっていうことね。でやっぱりその、しっかりとした練習、ハードな練習した後はちゃんと栄養のあるご飯を食べること、そして夜しっかり寝ること、ね、そしてちゃんと勉強もすること、また、はい、カナダ代表チームの雰囲気は日本の雰囲気とは違いますかって聞いてくれてますけど、どうでしたか。はい、違いますね。ほう、どう違った。まあなんか違いと、まあ今のって言ったらおかしいですね。日本チームも仲いい、あのすごく雰囲気いいんですけど、カナダはカナダで、何でしょうね、コーチと選手がめっちゃ仲いいです。でそのどう仲いいかっていうのはもうあの本当に何でも言える関係性というか、愚痴も言えるし、恋愛のお話も、好きな子とかいる、好きな子いる、君は。いない。いたとしてもさ、ちょっと言いづらいじゃん、先生にこうやってここで聞かれるのと。全然言っちゃう、そういうの。まあ、でもそういうところで、まあ、先生と生徒っていうすごくいい関係もあるんだけど、カナダはどちらかといえば、まあ、パートナー、一緒に強くなっていこうという雰囲気の中で練習をしてます。なるほど、はい、でも日本の雰囲気もいいよね、永瀬君ね。監督がいいから。はい、やっぱ監督があのコーチも選んでるんで、もういい雰囲気の中で今回パリでも戦いました急に一生懸命になってないですか、大丈夫ですかそんなことないよ、ね。まあ、僕ちょっとクリスタに1個質問していいですか。はい、あの代表争いしたあのクリムカイト選手とは仲いいんですか教えてください。ぶっ込み、仲いいとか悪いとか特にもともとなくて、あのジェシカは結構静かな
タイプなので誰とでもあんまりそんな関わりがなくて、でもそうですね、あの世界選手権であの代表が決まったんですけど、その後も普通に話しかけてくれましたし、あの仲悪いとかは特に自分は別に意識したりとかはなかったです。話してんの見たことないなと思って。やめ、ね、変な誤解招くから誰とも話してなかったです。群れない選手って言いますもんねはい、今までの柔道人生で一番印象深い試合は何ですかっていう永瀬さんからの質問、永瀬さんへの質問です。横に行って、あ、もうそれは本当に一番最後に直近で試合したパリ大会のパリオリンピックの決勝戦です。まあ、相手があの世界選手権3連覇している相手で、まあ、あの見ている人からしたら勝てないんじゃないかって思ってた人もいたと思うんですけど、その相手を2度投げて一本勝ちしたので、まあ、すごくこう印象的なあの大会試合でしたね。なるほどね。あれ金メダルどこ行ったんですか？ドンマイカワさんも。ドンマイさんが、ドンマイさんがもう金メダルを豪談します。ちょっとこれかけてあげてもいいですか？永瀬選手がいいって言ったからいいんだよ。ちょっとせっかくだから、せっかくだから質問してくれたから永瀬選手が金メダルかけてくれるって。うわー、何年生？中2。ちょっと前向いてどうですか、オリンピックの金メダル首からかけてもらって。重みがちょっとすごく違います。重みが違う。あなたの将来の目標はどういったところにありますか？オリンピックに出てみたいです。なるほど、ね、ここから夢が広がっていくことを期待します。僕あの一応20年前に金メダル取ったんですよ。ほう。でこの野村道場の前にずっと金メダル持ってきてねって言われてたんですよ。ほう。毎日言われたんですよ。ほう。僕金メダル出していいですか？おここに、俺持ってきたのに誰も触れてくんないからずっとここにしまってたんですよ。今それはそんなしまってたら見えへんわ。いや誰か金メダルはっていう振ってくれるかなと思ったらこのまま俺帰ることになるなと思って。じゃあ見せていただいていいですか？ちょっとめっちゃちっちゃくて分かりづらいんですけど。けどうわ、これさ、こんなにサイズ変わるの？ちょっと全然違うんですよ。20年前と20年後のメダルの大きさ、全然裏も全然違うんですよね。分厚さも。はあ、そうなんで、分厚さも全然違います。ペラペラなんですよね。いやそんなことないよ、はい、重みのある同じ金メダルです。これ20年前の金メダルなんで、おう、で20年後なんで、ちょっとあのモニター越しですけど見ていただけたらと思います。なるほど、ありがとうございます。以上です。いやいや、ありがとうございます。鈴木圭さん、ありがとうございます。野村道場抽選会、185番。はい、3人前出てきてください。おめでとうございます。第1回からずっと、サポートしていただいております。株式会社ミキハウスさんより心地よい豪華タオルギフトセット、111番手挙げて。おめでとう。2人目、ありがとうございます。2人目、189番。おめでとうございます。アディダスジャパンさんからの、いきます。154番。154番、いない。はい、おめでとう。あ、150、あ、来てますよ。はい、はい、16番。はい、前出てきて、おめでとう。これはいいな。今回からですよね、このトートバッグ。トートバッグ、おめでとうございます。さあ、続いてこちらです。99番。はい、おめでとう。はい、3名の方プレゼントです。最後はみんなでじゃんけん大会。全国の大和ロイネットホテルで使える宿泊券、そして本日の特別講師全員のサイン色紙を1名にプレゼント。最後はオリンピアンとじゃんけんをいきたいと思います。じゃんけん、はい、チョキ以外座ってください。じゃんけんぽい、最初はグー、じゃんけんぽい、グーが勝ち。これチョキなんだよ、昭和のチョキなんだよ。最初はグー、じゃんけんぽい。
あ、1個でしょ。あ、1個でしょ。おおめでとう。おめでとう、吉田くんに拍手。それでは皆さんから一言ずつメッセージいただきましょう。それではどうも井川端さんから一言お願いします。皆さんありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。で、なかなかこうやって会える機会なかったんで今日は本当に嬉しかったです。また会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はありがとうございました。皆さん楽しかったですか？それ聞けてよかったです。僕もすごく楽しかったんで、これからの、明日からの稽古に、頑張って励んでください。これからも柔道続けてください。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ここに金メダリストいますが、憧れるのも大事だけど、ぜひ自分の手で金メダルを取って同じような立場になれるように頑張ってください。今日はありがとうございました。皆さん柔道は好きですか？私は小学生の時柔道はあまり好きではありませんでした。でも今はすごい柔道を楽しく、続けてきてよかったなと思っています。皆さんもこれからちょっと辛いこととかあるかもしれないんですけど、柔道好きっていう今の気持ちを忘れずに諦めずに最後まで頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。またパリオリンピックの応援もありがとうございました。3時間半あっという間でした。またこの野村道場で皆さんと一緒に柔道できたらいいなと思います。また会いましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今日は本当によく頑張ってくれました。会場の皆様も盛り上げてくださってありがとうございます。はい、ね、この時間っていうのはね、みんなも頑張った、先生たちも本当にね楽しました。このみんなで作り上げたこの空間っていうのに対して、ね、全ての人に感謝してください。ありがとうって気持ちで今日帰ってください。そして帰った時に、ね、家族、ね、兄弟、もしね身近な人たちにやっぱり柔道良かったよとか、ね、そういうね、話をしてもらえたらすごく嬉しく思います。これからも柔道を大切にしてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日はご参加いただきましてありがとうございました。最後に礼で締めたいと思います。礼、ありがとうございました。私が幼少期はこんな、イベントがなかったので正直羨ましいですし、今こうやってメダリストたちと触れ合っていつか自分があの立場になれたらと思って頑張ってもらえたらと思います。それぞれの得意技が今回披露されていて、今僕にはない考え方だったり入り方だったり知らない新しい発見というのもあったので、まあはい、知れてまた柔道の幅というか自分の知識の幅が広がったなと思います。いろんな柔道館があるんですけど、改めて勉強させていただきたい。今度はちょっと道場でちょっと私にも勝ってもらいたいと思いました。柔道大好きすぎじゃないですか。みんなが柔道を楽しくて本当に好きでやってるんだなっていうことなんですけど、私もやったその柔道を好きという気持ちが改めて考えさせていただきました。また柔道してもらいたいと思いました。本当にまあ私のこの柔道への思いと子どもたちへの思いっていうのを、まあ、実現すべく、まあ、手探りでねスタートした野村道場が、まあ、第10回を迎えることができて、そしてまあパリオリンピックでね活躍した選手たちが協力もしてくれたことで、こんなにね子どもたち以外にも、まあ、柔道をこうやって生で見るっていうのも初めての人も集まってくれて大盛況で、本当にもう喜びと感動でいっぱいです、はい。やっぱり、ね、参加させてもらってこの野村先輩の力と野村先輩を支える周りの人たちとこの選手の、ま、
金メダリストが、1、2、3名、パリの金メダリストが3名って、これなかなかできることじゃないですよね。やっぱこれは野村忠宏だからこそできることであって、その、まあ、この空間に僕も呼んでいただいて本当にありがたいなという思いで、またこの野村先輩にしかできないことっていうのはあるので、ぜひ末永く継続してもらいたいなと思います。野村の役割があって、鈴木啓司監督の役割があって、お互いできること、まあ、できないこと、時には一緒にね、力を合わせてやっていく。本当に自分はやっぱり柔道にやっぱ育てられた人間だし、やっぱ柔道があって今ここにいるから、まあ、そういう柔道への思いっていうのを大切にしながら、我々ができることをね、まあ、今年50歳で今年なんですけど、44です。もうね、中堅どころだから、けどまた体を動くから、我々がやっぱりどん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 盛り上げて、ね、下の子たちを引き上げるような、そういう活動っていうのをどんどんやっていきたいなと思います。